これから JMAX 株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。まずは会社のメイン業務と強みを教えてください。 JMAX の稲木と言いますが、 JMAX というのは実はですね、電線メーカーでございまして、その電線メーカーがソリューションビジネスをやっているがため、今回の展示会に出させていただきました。そのソリューションビジネスというのが実はこちらですね、 NB というものが代表格になります。で、弊社は実はですね、7年ほど前からこのソリューション事業に出しておりまして、まあ、今年で7年目になるんですけども、まあ、今ではですね、メインをこちらの NB という形の、まあ、遠隔作業支援システムというものを中心に事業を展開しております。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください、はい。まあ、先ほど申し上げた通り NB というもの、これはですね、現在こちらにあるのはリアルウェア社製のスマートグラスを使って我々の NB というアプリケーション、こちらの方を使いまして遠隔地と現場を結んで作業の効率化を提供する商材でございます。やはり現在ですね、このスマートグラスというものも年々技術が発展してきまして、我々もそれに負けないようにソフトウェアの方でこのスマートグラスを、まあ、より効率的に動かせれるようにソフト開発を進めております。これが今回展示しているメインの商材になります。ですから、まあ、新しい機能としてですね、レポート機能といったようなスマートグラスだけで、まあ、確認チェックができる機能だとか、そういうものを今回同時に展示させていただいております。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、やはりこの商材はですね、世の中でだいぶ注目されておりまして、我々どこで強みを出そうかというところなんですけども、プロダクトの方はやはり年々良くなってきてまして、我々はそのソフトウェア、こちらの方でお客様に提供できればと思っておりまして、で我々の強みというのはですね、実はローカル版というもの、NB ローカル版というもの、それとウェブ版というものを準備しております。そこの中で特に我々の売りとしているのがローカル版ですね。ローカル版というものは実は P2P ペアトゥーペアで接続ができるので、新たにサーバーをお客様の中に設置する必要性がありません。で、まあ、簡単に接続できる、例えばですね、現場の方で IoT にあまり自信がない方、まあ、IoT スキルがあまりない方でも簡単に接続できるように、このリアルウェア社のスマートグラスを使って、まあ、音声コマンド2つ程度で簡単に管理者に接続ができると、これが我々の商材の強みであります、はい。ありがとうございます。それでは最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、弊社JMAX はですね、電線を生業にしている企業でございます。その中で、まあ、今後の未来を見据えてこのようなソリューションビジネスに進出してまいりました。まあ、これはですね、一つは我々も電線工場を持っておりますので、一つはスマート工場というものを実現したいと。その中でこのスマートグラスを使って不慣れな作業員の方の不安を払拭する、そしてより品質のいい製品を提供する、これを目標にこのようなソリューションを始めております。まあ、もちろんこの NB 以外にも他のソリューションビジネス、まあ、今回実は屋内の位置情報システムですね、それとケアシステムですね、この2点を同時に展示しております。まあ、このようなソリューションビジネスも手掛けておりますので、まあ、ご気軽に我々の方にご相談いただければと思います。私からは以上です。ありがとうございます。以上 JMAX 株式会社の紹介でした。